どうもエリコです。こんにちは。今日もハラペコエリダンですっていう人がいないと、はい今日もエリコですっていう挨拶になりますね。本日の企画はりょうくんを1週間びっくりさせてみた。どういうことかと言いますと、りょうくんはねすごくびっくり症なんですよ。ちょっと静かにしてるところでりょうくん急にうわっとかやるともう見えてるのにうわっみたいななのでいつも趣味でびっくりさせたりとかしてね遊んでるんですけどめっちゃカメラ斜めてね。直す良さそう。りょうくんがねびっくりするリアクションが面白いってことで1週間7回ちっちゃいドッキリをこう仕掛けていこうかなと思いまして、ドッキリとも言えないびっくりぐらいです。100均でびっくりするアイテムを7個買ってきたんで、そこのリビングのねドアを開けるたんびにりょうくんがびっくりする出来事が起きるっていう1週間を送ろうかなって思ったんですけど、1週間毎日やるのちょっと大変だなと思って1日とか2日に詰め込んで7回とにかく7回びっくりさせるっていう企画です。やっていきましょう。それではまず一発目のドッキリは、氷ねいろいろ買ったんで、一発目はねまあ普通に一発目はこれでしょ。風船をね、よくはね、目の前で見えてんのにバンってやるだけでびっくりしたりするんで、ドア開けた瞬間、でっかい風船がバンバンバンって割れたら、もうそれは面白いリアクションしてくれるんじゃないかなっていうことで風船で一発目やっていきたいと思います。それでは、やっていきましょう。こちらなんかロケットバルーンみたいなやつでピューンって飛んでくタイプ。肺活量に不安があるけど、これどうやって選ぶんだろう。あ、なるほどね。これ口押さえといて離すとピューンって飛んでくみたい。なのでちょっと膨らませていきます。どうするこれ、膨らまないんだけど、こうやってビシッてやる。これまた来る、また来るな。あ、お水。あ、じゃあさ、お水さ、はい、10分後に取りに来れば。はい、じゃあ、ようくんが10分後に来ることを約束してくれたので、次こちら行きたいと思います。これなんか、振って出るクラッカーみたいなやつ。もうもう呼ぼうかなと思って。もう分かってるから呼ぼうかなって思ってます。ようくん、りょうくん、お水飲みな。お水飲みな。お水。うん。はい。わあ。ああ。え、水は？百均でトロンボーン売ってましたが、これどうやってやるんだろう。りょうくん、
次はこちらの痛くない刀でやっつけたいと思います。りょうくん、ちょっと待って、なんでだんだん下がっていって、いやびいやそれ最初にやるべきじゃん。ちょっと一歩目踏み込んでもらえないと。そう、違う、水としてえいやいや、もういいや癒せない水鉄砲。水入れてきました。これさ、今お風呂で試し打ちしたんだけど、結構威力やばいからめっちゃ濡れそうなんだけど、しょうがない、りょうくんお水飲みたいみたいだから、これでおどかしていきたいと思います。りょうくん、お水あげるから。お水くれる？うん、思いっきりあげた方がいいんじゃない？思いっきりあげた方がいいんじゃない？うん、はい。あー、もういい。これどういうやつなの？はい。やばい。はい、来たー！一番びっくりしました。いやー